の東京の公演全部終了、東京千秋楽でした。ててれー、無事はい全部、何公演だったんだろう、全部で13、4、5、6のどれかぐらい、そんぐらい、誰一人かけることなくみんなで東京の千秋楽を迎えることができました。次は伊丹でございます。白も似合う、久しぶりになんかこういうの着たような気がする。みゆきちゃんお疲れ様でした。お疲れ。本当にちょっとの間だけ一回ね、みゆきから離れて、リオカビ、なんか私さ、ずっとさ、誰かと写真撮るときにさ、なんか自分がしてる格好に合うようにと思って、なんかこういうポーズめちゃめちゃ撮ってるんだけどさ、劇中一回もこんなポーズしてないんだよね。で一回もこんなんしてないのに、いつもみんなとき、みたいな、みたいな、なんかパリピ感をすごい出してますけど、一切出てきませんこのポーズ。気づいちゃった？そう、なんか格好だけみんね、なんかロックだぜーみたいな、ロックだぜーって感じのやつに。まあまだね、あの痛みの方が終わっていない、これからで、まだ見てらっしゃらない方もいるので、ちょっと内容は避けてって感じになるんですけれども、何も言えない、だからちょっと終わるまで本当に何も言えないんですけど、ひとまず無事に終わりましたっていう感じです。よかった、それはよかったそれは良かったぜ。あ、本当だ、タワーだ。まちこくんがなんかハートをくれた。あれ、今日って何の日だっけ？今日って何の日だっけ？ホワイトデーホワイトデーだなホワイトデーだよ、みんな気づかないふりしてダメだよ。みんなからの愛受け取ってないな何を催促してるんだ。髪型かわ、あ、本当？これは土台ですポニーテールはポニーテールなんだけど、みゆきの土台です。早く帰りたい。なん、りんちゃん、あなたやっぱりすごい、なん褒められてるなんだろう、なんかありがとう、めっちゃ褒められた。うん、なんだ、うわ、佐藤とがなんか飴くれた。わーい、嬉しいな嬉しいな。な、岡崎さんも、なんだろうこれ、熊ちゃん、嬉しい、やったー、やったー優しい、ありがとう、みんな優しい優しい。本当はね、今日もさね、時間に余裕があってさ、コロナじゃなかったらね、みんなで
お疲れしたってね、なんかやりたかったけど、そういうわけにもいかないので。サミティー今日のみゆきさん衝撃的。今日なんか違うことしたかな。ダメだよ、まだ見てない人いるから。ダメだよ、書いちゃう。あ、コリンくんもお城建ててくれた。わあ、優しい。殿方殿方言い方ありがとう。本当舞台見て好きになりましたって。おー嬉しい、やったね。あれを見て私を好きになってくれたらしいよ。でもなんかいいキャラクターですよね。パンフとかにもは書いてあるからあれだけど、すごい成長をこうね感じられるようなキャラクターで。私多分さ、きっとさ、普通のこう舞台みたいなものってさ、もう先にストーリーとかいろいろそういうものが出来上がっててっていうのが、でそこでこの役にどの俳優さんを当てるかみたいな、多分作業が多分普通だったら逆だと思うんだけど、でも本当に今回贅沢だなって、幸せだなと思うのは、あ、ペトペトしてる。もうなんか丸尾さんはさ、もう私たちのことを知っている、何年も前から知っていた、その上でこういろんなストーリーを私たちに合わせてっていうことじゃないんだけど、でも知ってもいるし、その上でストーリーを書いてるから、まあ、ちょっと当て書きなところももしかしたら本当にちょっとあるのかもしれないし、なんかこの子がこういうのを演じたら面白そうだなみたいなのも入ってるかもしれないところが、なんかすごい贅沢だなって思うんですよね。幸せなことですね。新曲について聞きたいな、過去ここへ教えられません。ごめんね。レオンキッズ見て好きと思した。私よ、みゆきよ、私を好きになってくれたな、うれしいな。口笛私口笛吹けないんだよね。口笛できないのよ。うん、今日は早く寝れるかな、どうでしょうか。早く寝たいです。高円寺とってもいい箱でした。箱ね、私ももうすごい素敵だった。稽古もね、結構あそこでやってて、後半とかはずっとあそこの場所でやってたりしてたんだよね。毎日スーパーでイチゴを買って、わあめっちゃラメ、みゆきのラメが、イチゴとかお惣菜のコーナーにね、美味しいお肉が売っててね、それを毎日、まあお肉は毎日食べてないんだけど、いちごなんてほぼほぼ毎日買って食べて、大変お世話になりました。え、ほんと私もあの本番始まる前とか客席に行って、どんな風に見えてるのかなって感じで見たりしたんだけど、
どの席も結構めちゃめちゃ見やすくていいね、劇場だなって思いながら出た。いちご食べすぎてコンディションめちゃめちゃいいんだがビタミンたくさん取ったから結構。なんか今日さ余裕あったからさなんかすごい一人席近い人の顔をロックオンして喋ったちょっと絶対怖かっただろうなってなんかちょっとだけ余裕があったの、あるセリフで最後の方の、あ、目があったなと思ったからずっとその人の顔を見て、わかんない、ちょっとライト関係で本当にその人と目あったかわかんないけど、もしはその人が私のことを見ていたらめっちゃ目合いながら恐ろしいかわいそうにごめんなさい私なんかもう自分的にも、あ、目合っちゃったと思ったし、なんか喋ってることも喋ってることだったから目そらしたらちょっと違うなと思ったから申し訳ないけど、そのままそのまま喋っちゃった、ごめんね。わかんない、なんか私はなんかすごいその時めっちゃ白のライトがわーってきてて、あったって言っても本当にもうお顔のところ真っ白で、でも絶対的に目合ってたはずなんだけど、どうなんでしょうかごめんなさい。ああそう、あそうだね、お話し会ね、そうなんですよ。ちょっとちょっとあの部数が多分どれぐらいかな、多分前より半分というか30、ちょっと細かい数字はあれなんですけれども、ちょっとあのはいあれなんですけれども、ぜひぜひあの来てくれたら、なんかそこでいろいろ舞台の感想とかね、あのいろいろお話できたらいいなと思っております。すいませんね、ちょっとあれなんですけれども、ぜひそこで話せたらいいなと思ってます。今日の私の髪型、そんなおしゃれな髪型じゃないよ。でも本当に毎回思う、もうでも今日あの全部メイクも髪型も全部お家でやってから行ったんだ。すごくない？これ自分でやってんのすごくない？自分自画自賛。ボンバー、そうね、ちらいさんとの絡み、あの今日はね、あのあれだったんで、点滅だったんで、点滅になるとすごいみんなに気遣われるのよ私。なんでかは言えない、なんでかは言わないけど、見た人は多分なんとなく察しはつくと思うんだけどちょっとまだ見てないよっていう人は耳塞いどいて、一応ね、なんかその時だけは結構やっぱ今日は点滅だからねとか、唯一点滅の時でも気使ってこないのがもうラマさん、本当にひどい、本当にみんなすごい点滅になると優しいです、あんまり触れてこなくなります。ラマさん本当軽快すぎて
なんかそうごめん、ほんとまだ見てない人もちょっと退場してもらってちょっと耳塞いどいてえってあのパートになって、あの楽しいところのやつになって、あーって、あー一息つけると思って安心してたら、なんかいつも目が合っちゃってなんかやらされて本当に嫌だなって思ってますまあそんな感じで毎日楽しくやっておりました。ちょっとまた明日からあのあれで岡部凛になりまして、明日は目撃者公演のあの千秋楽、岡部チーム A の大千秋楽となりますので、千秋楽続きですね。明日お会いできる方もいらっしゃると思うので、明日また劇場でお会いしましょう。はい、もうそろそろおさらばいたします。頑張っちゃうんだから、頑張ろう。じゃあね、みんなバイバイ。今日はというか東京ではね、たくさん来てくださった方いらっしゃると思うんですけど、たくさん本当にありがとうございました。ああありがとう。ではでは。だねー。バイバーイ。めっちゃ揺れる。